ヘリックスから黒い遺伝子-は2014年からSyfyチャンネルで放送されたアメリカ合衆国の SF ドラマである。シリーズは伝染病のアウトブレイクを調査するためにアメリカ疾病予防管理センターから北極にある研究所に派遣されたチームを中心に描く。現地でチームは人類の未来を揺るがしかねない生死の狭間に置かれる。制作総指揮はロナルド・D・ムーア、リンダ・オブスト、スティーブン・マエダ、キャメロン・ポーサンデであり、マエダがショーランナーを務める。シーズン1は13エピソードからなる。同じく13エピソードからなるシーズン2は2015年1月16日から放送された。第3シーズン以降はキャンセルされることが4月29日に発表された。日本ではシーズン1がヘリックスから黒い遺伝子として2014年11月に D ビデオで提供され、2015年1月10日から D ライフで放送された。シーズン2は D ライフにて2015年7月18日より放送された。アラン・ファラガット博士が率いる CDC の調査チームが北極の生物研究所に赴いてウイルス性伝染病のアウトブレイクを調べると極めて危険で重大な脅威であることが判明する。チームは隔離を試みるが患者の反乱に直面し外部との通信はなぜか遮断される。ウイルスに感染した者は極めて暴力的なゾンビのごときベクターとなり感染を広げた後多くが死ぬ。感染したジュリアは研究所長の広畑博士の努力によって治癒するが、畑は実はジュリアの父であり、同じ輝く銀の瞳を持つ500歳の不死者である。ウイルスはイラリアコーポレーションの依頼により研究所で開発されたもので、アウトブレイクは CDC の人員をおびき寄せて治療薬を作らせるための偽装であった。ウイルスに感染し治癒した者は、不死性を持つようになる。不死者によって運営される、イラリアは、世界を支配するために、ウイルスと治療薬を手に入れようと、第1話から235日が経った、最終回では、パリで、アランがピーターと会うが、ジュリアは、イラリアの幹部となっている。シリーズ原案は、キャメロン・ポーサンデによって作られ、ソニーピクチャーズに提出され、リンダ・オブストと共同して修正した。ソニーは制作総指揮として SF ドラマの脚本家を迎えたいかと尋ね、ロナルド・D・ムーアの名が挙げられ、ムーアは制作陣に加わっていくつか新しいコンセプトを加えた。第一話にはムーアがいくつか原案を出したが、脚本はポーサンデが書いた。ポーサンデの説明によると、原案を作って、ソニーピクチャーズテレビジョンとリンダ・オブストに送ったんだ。リンダは科学に興味がある人で映画コンタクトの制作者でもある。このジャンルには一過去とある人で原案にいいものがあると思ったそうだ。それでソニーに行って半年かけて練り上げた。そしたら誰か他の人と共同作業をするとしたら誰がいい？と聞かれたんでロン・ムーアと答えたんだ。もしも誰とでもデートできるとしたら誰がいい？と聞かれた時に映画スターの名前を出すような感じで名前を挙げた。そうしたらソニーが彼に話を通してくれてムーアがチームに加わったんだ。それから二人でシリーズ全体の背景になる神話を作って二人でSyfyに売り込んだんだ。ポーサンではシリーズの特色として各エピソードが1日の出来事を描くと語った。つまりシーズン1の13エピソードは2週間に満たない期間に起こったことを意味する。ポーサンデによれば、ヘリックスはロストのようにフラッシュバックのシーンを使って登場人物の背景を説明しないという。その代わり、登場人物がウイルスに感染すると高熱を発してしばしば幻覚を見る。このようにして登場人物は幻覚の中で過去のトラウマ経験を再体験する。ポーサンデが指摘するには、フラッシュバックは客観的な事実として描かれるが、ヘリックスでの幻覚は登場人物の高熱症状における現象として描かれるため、信頼できない語り手の話は現実と異なっていることがある。シーズン1の DVD リージョン一般及びブルーレイディスクのリージョン A 版は2014年6月30日に発売された。日本語版ブルーレイ及び DVD の発売は2015年5月2日、デジタルセルは2015年4月1日、デジタルレンタルは2015年4月28日である。シーズン2の DVD リージョン一般及びブルーレイディスクのリージョン A 版は2015年7月28日に発売された。日本語版ブルーレイ及び DVD の発売は2015年9月2日。ありがとうございます。